はい、こんにちは、ビッグボーイと。ビッグママです。はい、ロッカーの中からスタートしていきます。おっさんからね、逃げて、ここなんか迷路になってるから、軽く。とりあえず右行こう。ちょっとアグレッシブに進んでいかないと、どこに行けばいいか見出せないので、ここ空いてるな。もうビビらないっていうのがね。うん。ちょっと音下げよう。もう音マックスになってた。よし、ここベッドの下隠れれるんだな。おい、隠れる魔物、それは出んだろ。ええちょっと痛い痛い痛い、出た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 。いや、なんだよ今。隠れれるなとか言ったら、ちょっとこうくるくる回ってんだけど、ここ先なんもない。こっちは何だっけな、こっちは、こっちは開かないんだよな。どうしよう。んで、まあここに行き着くわけね、最終的に。まあそうなんだよね。で、塩で逃れる。ああ、そうか、塩で逃れる。ほら、来てみろ。え、来てんじゃねえか。ちょっと前回来てなかったじゃん、こっち。なんだよそりゃ。どうしよう。あれバカなのかな。とりあえず逃げよう。俺はステルスが苦手だ。待って、まだ開始早々だけど。なんもねえ。あっかあっかやどこ行ったらいいんだこれ。ほんとな。了承。あ、ここか。あれここじゃない。あ、巻いたのがいいとます。なんかさっきのとこ上なんか行けそうに見えたんだけどな、うん、離れたな。バレた？バレてない。あ、ここ行けない。ん？ここ上行けないのか？ここから降りてきた説ないの？その説は違うの。え、そうだっけ？あ、登れる。よし。いいぞ、進めたぞ。はい、オッケー。はい、オッケー。あれ、てか、誰かガス止めてくれとか言ってなかったっけ？そう。うん。止めれそうだね。止めれそうだよね。もう死んでんじゃない？あ、今止めれるじゃん。まさかあったよ。ん？ポンプ回せるね。ほら。ああ、そうだね。ここなんか他に何も落ちてはいないかな。いないね。これ、ダーンってきそうだな。いや、大丈夫。ガス漏れを発生させたもの？おー、ああ、止まったね。今、刑務所内のなんだって？無線機のところまで行くんでしょ？本来の目的が。ああ、そう。よくわかんない精神異常者の頼みを聞くなんていい人だな。よし。消毒して。あ、待って。元来た場所戻るんだっけ？せやね。
ちょっとこれ完全ステルス、ステルスをね、ちょっとお見せして。メタルギアが言ったらお前には無理だ。あん。あれいけんのかこれ。いけんで、あのさっき直したからいけんの。よしよし。よし。オッケー。ん？あ、バッテリー。バッテリーや。で、どこに行くんだろうね。バッテリーリボード。あ、そこ空いてるわ。ここは元来たところ。あ、ロード。なんか。よし。ん？なんか外に行きそうな雰囲気だけど。出ちゃえよ。あ、主人公結構身長高くね、これ。まあ、外人だからな。あ、外。外じゃね？外な上にめっちゃ、ノームだけど。なんかあるのか？じゃあ開くね。もう帰ろうぜ。まあまた嫌な音してるね。え ？You are mine。 え？バッテリー？バッテリー？わからんわ。バッテリーが見えねえわ。こっち開かなそうだよ。開かない。バッテリーがある場所あるだけ？いや、こっち行けるじゃん。こっち行けるな。手当たり次第進めるところは。あ、誰かいたよ。いた。ちょっと明るさマックスにしちゃおうか。仕切るのか。いや、ちょっと視聴者がね、見やすいよ。ああ、そういうことだね。決して自分が怖いから。決して怖いからね。いや、僕らは飛行宅でプレイしてるから、今明るく見えてるだけかもしれないしね。まあね。ちょっとこっちかな。開いてる。これあいつから逃げるときどうすんだろう。なんか下っ、何も見えない。今何殴られたの。めちゃめちゃ全然苦しそうな感じで出てる。びっくりした。あ、もう地に落ちにわったわ。今のは地にわったわ。絶対。いやいやよ、俺はもうビビんないよ。俺はビビんないぞ。ビビんねよ。あ、なんか、あれ？こんなところなんかメインミッションなかったっけ？うん、思ったそれ。なんか、でっかいのから逃げた気があるもん、こういうとこ。こっちなんか座ってる人いなかったっけ？でも、根本的に場所が違うよね。刑務所と病院に住む子、うん。そうだよね。霧かかりすぎです。バーンみたいな。開かない。どんどんするだけ。このドアするで。お、なんだここ。電話。閉じる。ん？あれ？何もない。何もない、ね。バッテリーすらない。え、じゃあやっぱ、プリズンブロック。刑務所だよね。開かないんかい。開かない。ん？正規ルートじゃないのかな？
どっかこの辺から登れない。安心したところで何も見えない。え、ここ開かないんだよな。バスケやってる。え、バスケ。あれボールだよね。人の頭とかで、ね、人の頭じゃねえ。頭じゃねえか。なんでスカルダンクじゃねえか。これがゲームの正体。やつは一人で遊び負けている。あれはそういうゲームなんだ。ほう、混ぜてはもらいたくないな。うわ、開いてんの、開いてんの、ちょっと行ってみよう。開いた。何なんだよ。ボッコボコにされてる。こう開きはしないね。開かないべ。開かないね。バッテリーはない。こう来たとこ違うか。違うな。もう完全にビビらせタイムだな、これは。おお、ほほ。開いてないね。あ、ドラゲない。ドラゲない。ん、ジャンプか、ジャンプか。ほっ。ういっ、また、うわ、全然ない。なんだよ。人っぽくね。めちゃめちゃ人っぽいよ。めっちゃ人っぽい。でもこれは普通の人なんじゃない。もう精神が異常な方。ん、これは、降りればいいのか。え、あ、こっち取れるの、ちょっと待って。こっちには、長い長い、下水的な、長い長い。んー、こっちが正規ルートっぽいな。ちょっとあっち見てみよう。あ、バッテリー、それだけかい。いや、バッテリーは大事だよ。このボリーのいきなりガーってくんなよ。明るいね。まだ外なの。えーし、あ、ちょっと待って。ちょっと待て待て、誰だよこんなとこに穴開けるやつ。ちゃんと映像に収めていかないとね。え、あ、いるいる、なんかいる、なんかいる。いこれ嫌な BGM だ。え、誰かいる、いる。あ、あ、ちょ、あ、あ、あ、赤いやつ、赤いやつや、赤いやつや。ブラブラさせてる感じね。いや、あいつなんか持ってたから攻撃されるね。されるわ。あ、いける。なんだこれ、なんか。筋トレ系。筋トレ。精神異常者でも筋トレは欠かせない。刑務所だから。元々刑務所だから。あ、そう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 。筋トレしてる途中に死んじゃったのかな。嘘だろ。筋トレ器具で頭が来たやっちゃったか。ちょっとね、重り間違えて。こっちかな。いやー、切りかかってんな。え、うわー、え、ちょっと待って、2匹いる。なんか持ってる。どうしよう。一応、でも逃げ道のためにあそこの扉開けといたら。そうしよう。え、どうする？
込め。男なら突っ込め。うぅ、あれそんなもんね。案外するそんなもんか。あ、こっちがビクビクしてるから向こうもビクビクしたみたいな。あ、またバスケだな。おお、ちょっと待って。おお、こっちね。どういう殺され方？告白ね。今これちょっと。バスケね。いや。台無しだ。ごめんなさい。ごめんなさい。あ、失礼しました。いやあ、怖い。怖い。まだ上がある。まだある。あ、なんかここ無線室っぽくないか。そやね。なんか入れないの。あれ？入れないんかい。あ、向こう側が開いてる。向こう側開いてる。で、ドキュメントも、ドキュメントはちょっと少なめだな、メインストーリー。ね、メインストーリーめちゃめちゃあったもん。患者サミュエルの件。うん。あれ、なんもないな、これ以外。うん。こっちかな？誰か喋ってる。バスケか？ねえよ。一本道だな。な。いや、一本道ほど怖いもんって言ってないよ、逆に。うわえ、なんかいるの？びっくりした。待ってこい、メールで許さんだ。なんかいるぞ。怖いやついるぞ。え？あ、似たような人や。人や。え？どっち？怖くよ。とりあえず開けよう。なんかあんじゃね？ドラゲない。ドラゲない。なんでこれ見たらドラゲないって。じゃあ、ブルーライトにする？ファイヤーバース。隠れられないからな。苦しみと殺せ。信用してはいけないよ。奴らは家族だと言うだろうが、そうではない。奴らは我々を待っていたのだ、この場所で。ビリーはリガ、ビリーって。フリーズブートキャンプ？OK。もうじゃ仲良くなりそうだ。ハゲ。最近調子どうだ？とか言うの？筋プレイする。ちょうど腕が張ってるんだ。うん、なんもない。ムーンライトしかないね。こっちは？あらら。もっと？鬼ごっこしてるぞ。お前は影。あー。なんかレトロだな。なんか動いた。レトロだな。また会う。うっ。こっちかな。うん、まあとりあえずね。ああ、暗い。なんかさっきと似たような。あ、でもあそこ無線室っぽいね。うん、ってことはこれをなんかやった瞬間そうなんだよな。ここから変化来るっていうのがね。いやーでも、いやーでもやるしかないんだよな。大体なんとなく想像できてくるよね、このゲームね。うん、やるしかない。で、資格をして無線機を使う。何で無線機使うんだっけ。一体助けを呼ぶんじゃないの。人だ人だ。おい、あ、あのおっさん。え、目のおっさん。え、目のおっさんか、この人。目のおっさん。痛い。ちょっと。あ、目のおっさんだ。え、あ、違うな。しかも警棒。やめて。え、頼むから、ここで死んでくれ、パーク。やばいな、なんか大豚臭いに音がしたな。うん、なんかね。あ、え、あ、あ、あ、見覚えがある。
また？ああ。またあいつなの？ああ。ああ。見られたな。あ。あ。うわあ！かかってこいや！痛い！いや、よけて！終わった終わった！終わってない！あー、取れない！取れない！あー、捕まれた！あー！やめて！なんか、どっかもぎ取られたいや、大豚！大豚！また出たか！来たか、大豚！お前のゲームみたいなところだな。あ、それだって逃げちゃえばいいんじゃん、お前。そうだね。え、じゃあ。誰かを吹っ飛ばしただけか、まだ一回こっちに来て、なんか一回向こう奥行ってたじゃん、その隙に行けば。あ、来た。いや、大丈夫。おっとおっと、同じオチか。そのカットした時に死んでるなんて、そんなの嫌だぞ。走れ。あ、ダメだ。ダメだ。これはいけ。ああ、行っちゃった、僕だ。オッケー、オッケー、オッケー。ナイス、ステルス。行ったな。ん？閉じやがったよ。いきなり出てきた瞬間殺される俺だって、大豚。どんだけ苦手やん。開けてくれないかな。終わった。終わったおぉ。くれればしないってなんで？待って、これ、ここでうまく負けないか。大豚はバカだった。大豚はバカだった。意外と走るのが早いって。俺の走りについてこれるか。おっ。ん？こっちか。オッケーオッケー、あ、ここ狭いから取りに行けない。あ、オッケー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 、余裕やな。二度もやられはしないぞ。余裕やな、オブタ帰ってった。よし、マコフ社員の皆様、避難を続けてください。いや、避難も何も殺されかけてる。ちょっと待って。あ、違う違う違う、このような精神病院みたいなところに神父みたいな人間が壁に説教を書いている。神父も何も神父がいるんだよな、本当に。ん？あれ？あ、生きてんの？ドラゲナイはちゃんと持ってる。石器人に我々の技術を見せたら魔法だと思うだろう。で、なんか、メインストーリーでもなんか誰かそんなこと言ってたの。覚えてな。開けよう。ここにも哀れなやつが、誰が哀れなやつじゃ。ん？あれ？あの親父？え、いや、違うと思うけどな。でもなんか、なんか似たような、うん、結構デジャブってるな。落ちるのね。待って、ジャリジャリ聞こえる。閉じんなよ。え、逃げてんだな。なんかここメインストーリーで来たことあるよ。ないよ。いや、あるよあるある。ちょっと反対側見てみよう。ファッキュー。あ、あるある、超ある、ここ。ああ、あ、ドキュメント、なんとなく、なんとなくあるかもしれない。でもバサッ、あ、あるね、うん、あるよ、こんなとこで、ロッカーもあるでしょ。ファッキューファッキュー言ってたら GTA になっちゃうぞ。GTA なんて8割ファッキューだから。メインストーリーではここに誰かいた気がするんだけど、誰もいない。こちらは、じゃあ開くのか。あ、暗い。あ、バッテリーありそう、うん、バッテリーがありそう。
あった。ゲット。あれだがバッテリー今もう7個もあるの、うん、かなりある。かなりあるね。まあ暗視全然使ってなかったからね。まあ、あそっか。うん、あそこ暗視使っても見づらいしね。そうそうそう。うん、なんだもういい。うん、わーっと、なぜなぜなぜ、 なぜどっからわからふっ、うわあ、あうっとりあえず進む。ここが、うい、出て。オッケーオッケー。よし。スタンバってたのか。よし。ああ、なんか。ああ、なんか霧がね、なくなったね。んじゃあ、30分近くなってるわけだから、じゃあ今回この辺にしますか。はい。じゃあ次回この先。お疲れ様でした。待って、豚に襲われないように気をつけていきたいと思います。じゃあ今回ここまででご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。